皆さんこんにちは、名前ファミリーです。じゃあザ・コーマ2のね続きを、え、何この足音、続きをやっていきたいと思うんですけど、なんかね、前回行って海鮮市場かなんかの近くに釣り糸があるって言ってね、まあちょっと前回最後死んじゃったんですけどね、追われて、なんかバナーをちょっと作りたいなと思うんで、とりあえずなんか魚屋さんのところで釣り糸探したりしますかね。ちょっと戻って、7歳の頃に釘を踏んだっけ、あれって大人でも痛いはずよ。釘の箱を手に入れたね。釘の箱を手に入れた。Wi-Fi みたいなの何なんだろう。伊勢海老みたいなやつやばいな、これ。伊勢海老よりひでえけど、あれ。なんか追われたりすんのかな、また。ここまで来んのあいつ。まあ、前回ね、人参取った後追っかけられて死んじゃったっていう経緯があるんで、あれですけど、まあ、ちょっとねこまめにセーブしながら行きますか。なんか魚屋さんにねあるみたいな言ってたけど、これかな。この釣り糸は大丈夫そう。何かを結ぶのに使えるかも。釣り糸を手に入れた。あとなんかネズミがいそうなとこって言ってたけど、ネズミいそうなとこどっかあったっけ。そんなところでなんちゅうのっつってたけど、ちょっと探してみますか。
ネズミがいそうなところ、ここはないのかな。じゃあなんか情けだよね。情けね。探してみるか。なんかネズミがいそうなとこってどこだろうな。怖いよね。ダメなのかな。これじゃない？あ、バネ式ネズミ捕りを手に入れた。これだよ、これ。よし、これで、電気屋さんに行くんだな。で、このままだと体力がなさすぎて死んでしまいそうなんですね。なあ、そうなんだよ。来るんだよなあ。とりあえずセーブしとくか。薬局のとこで。これでまあ死んでも、全部アイテムはゲットしてるから。
バネ式ネズミ捕りを見つけたら例のものと交換できる？おおともよ、姉ちゃんの接着剤ならここにあんぜ。はいどうぞ、これって何度でも使えるのね。ま、ネズミをとっ捕まえる方法はいろいろあんのさ。粘着ネズミ捕りを手に入れた。よし、これでカラオケは入れないんだね。じゃこれでネズミ捕りを作っていきます。よし、罠を作ります。鉄菱を地面にばらまいて獲物をおびき寄せろ。鉄菱を踏んだ獲物は傷を負い、より楽に仕留められるはずだ。リュックの中には釣り糸と粘着ネズミ捕りと釘の箱がある。組み立てよう。釣り糸と釘の箱を使って釘を束ねよう。釣り糸を使って釘の塊をつなげよう。なるほど、こうやって作るのね。粘着ネズミ捕りの接着剤を釘の塊に塗りたくろう。接着剤のおかげでくっついたら簡単に引き剥がせねえわ。鉄菱が完成した。これで少しは危険を食い止められそう。で、だいたいこのアイテムはどこで使うの？鉄菱を。なんか捕まった時に使えるのかな、これ。あ、一回作ったらもう使えないのかな、これ。厄介なお手を引くのに効果的。はい。で、これで、ちょっとね、もう一回鉄菱は作ったから、これでじゃあ、さっきここでねやられちゃったから、めっちゃ逃げればいいのかな、これね。よし、人参を手に入れて、めっちゃダッシュするでしょ、とりあえず。電気屋で、行きまーす。あ、そういう必ず来るわけじゃないんだ。なるほど。そっちかい、そっちかい、やば。やばい、ダッシュ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 、よし、オッケー。死ぬかと思ったー。っていうかライフ1しかないけど。これちょっとさ、これ使ってみる、これね、これ使うと HP も回復するのかな、ちょっとわかんないけど。はい、これさ、鉄菱はどこで使えばいいの、これ。あ、話進んじゃった。ねえ、これを見つけたの、例の人参かな。では拝見しよう。呈したもんだぜ、ジョーちゃん。こいつがありゃプラズマトニックを作ってやれる。んじゃ、ま、魔法を仕上げちまいますかい。あーぶらかたぶら、こいつをちょっぴり、そいつをちょっぴり、そこへキムチのエキスを混ぜたら、
おい出来上がりだ、こいつをお友達に届けてやりゃ泥の中でのたうち回る小豚ちゃんより喜ぶぜ。本当にありがとう。プラズマと肉を手に入れた。それでよ、お勘定の方だが、ご心配なく、お金ならちゃんとあるわ。用事がいいね、どれどれ。悪いが、ジョーちゃん、これじゃ足りねえよ。それっぽっちの銭で俺の霊薬を買い求めようってのは虫が良すぎんぜ。冗談でしょ、客に材料まで探させといて。普通は悪い引きするもんじゃない。ま、確かにそうだ。ジョーちゃんの労に免じて今回は負けてやら。ただ帳簿が合わねえと困っちまうから領収書は渡さねえぞ。つかよ、今宵の公認ちゃんは、公認様はすこぶるご機嫌なんだ。ジョーちゃんがここに再演さえすれば取引成立ってことにしてやるよ。けど名前を書くのは。サインが嫌だって言うなら俺は構わねえぜ。プラズマトニックは渡さねえし、お友達は死んじまうけどな。だったら仕方ないか。どこにサインすれば。ここにちょいと。そうだ、よし、毎度ありがとうよ、ジョーちゃん。ちょっと何やってるの、やめて。表紙前に言われたんだ、今夜聖者どもが店へやってくるってな。んで、奴らの本名を一つだけ教えりゃ、殺しはしねえって約束されてよ。これってちっとも悪い取引じゃねえ。そう思うだろ、パクミナちゃんよ。グハハハハ。おめえに恨みはねえんだ、ジョーちゃん。要はビジネスってこった。んじゃ、俺様は失礼すんぜ。怪しい空気があたりを包み込んでいく。HP1 しかねえぞ。どうすんだこれ。とりあえずこのアイテム使ってみるか。まあさっき一回セーブしてるからな。まあ行ってみてもいいか。うわー、なんか静かになっちゃった。うおー、いるじゃん、なにこいつ。バカな子だね、何やったんだい。チャーミー、それが。こんな強力な魔法使えるのは一人だけ。こいつは氷の妖術だよ。急いで隠れなきゃ、ついといて。ねえ、さっきの氷の妖術って言ったけど。お黙り、一度だけ聞くよ。この市場で誰かに何かに本名を明かしたかい？まさか、ただ後任の天使とちょっと話して、それで、台帳にサインを。このバカやってくれたね。私の夜が台無しじゃないか。けど仕方なくて、あの後任に無理やり。いいや、そいつは違うよ、小鳥ちゃん。仕方ないことなんて一つもない。後任と取引するときは絶対に本名だけは教えちゃいけないんだ。あんたがヘマしたせいで狩りが始まっちまったよ。つまりだね、彼女がここへ現れて私は巻き添えを食らうってことさ。彼女ってね、誰のこと言ってるの。静かに、聞こえたかい。なんで、うおー、そんないる、どくるちゃん、そうして、いやー、やべ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 、よし、やばい、あー、ちょっと待って、あー、死んだそうだよね、やっぱ HP 回復持ってないとダメですじゃあまあとりあえず次はあのまたあれだよね、あの薬屋の主人のね、うんとこからなんだけど、一回ね HP 満タンに近くにしてから行った方がいいね、あの辺はね、ね、はい。そうしないとすぐ死んじゃうね。はい。じゃあまた次回。バイバーイ。バイバーイ。